総合格闘技 MMA での両足タックルのセットアップ入り方の一つを紹介したいと思います。はい、普通に両足タックル行っても切られますね。普通に行っても切られます。はい、相手がその辺歩いてる人か何もやってない人、普通の人でもない限りまずスクロールして切ります。はい、なのでフェイントを先に入れます。はい、総合格闘技の場合だったらまずこの場合は、左ミドルキック、スイッチキック打ちます。はい、そしてもう一回スイッチキック行くように見せかけてスイッチまでします。スイッチまでしてキック打たずにここでダブルレッグに入ります。はい、ちょっとフルスピードでやりますね。はい、一発目スイッチキック打ちます。わー、これブロックされていいです。はい、もう一回行くふりしてダブルレッグ。はい、逆でやりますね。はい、逆の角度でやります。はい、はい、スイッチキック打ちます。あ、ブワー。はい、もう一回今日止めてくださいダブル。ほう、ドリームファンタジー、ドリームファンタジー、ドリームファンタジー。